皆さんこんにちは、カイカイです。つい最近、デモンズソウルズのゲームプレイトレーラー第2が公開されましたので、せっかくですので、こちらのチャンネルで見ていこうと思います。内容としては、軽くざっくりと見ましたが、いくらかの新しいボスの紹介、新作のボスというよりかはリメイクの中でそのボスがどういう風な見た目をしているのかとかの紹介にもなっていたんですけども、あとは第1作のトレーラー以上により深い情報、より多くの戦闘要素などを見せてくれていたので、非常に楽しみなところです。入っていきましょうか。まずは一周、同時再生で流していって、その後にその一時停止とかしながらね、もうちょいじっくりと見ていけたらなと思います。この時点でね、もう相当グラフィックの綺麗さっていうのは見えてるんですけども、これ一応 YouTube の設定見てやると、もう美しい 4K60 になってます。で、元々のトレーラーが出た時にかなり私が、酷評していたのが、ヒットフィードバックが甘いっていう風に感じたんですよね。で、そのヒットフィードバックの甘さっていうのがどこから来ているのかっていうと、敵が全くひるまないんですよね。敵が攻撃を受けた時にその敵の体がガクってなるようなモーションが全く存在しなくて、それによって非常にヒットが軽い感じがしてたんですけども、あれは1個目のトレーラーが、なんていうのかな、全部敵が一撃で死んでしまっていたことに起因するので、こっちに関してはちゃんとね、敵も一撃で死なないようになっていて、かなりヒットフィードバックもしっかりしているように感じます。この変な触覚みたいなやつを攻撃するときも、攻撃が当たる瞬間に一瞬プルプルってなっててね、当たってる感じはいい感じに出てると思います。てか、この目がすごいと思うんですよ。もう目が、一時停止したりするとそこまで凄さ伝わらないんですけども、動いてる間のこの目の表現やばいと思います。なんか敵の体であるとかそういうものが戦闘中に動くっていうことはもう、当然 3D ゲームである以上存在するんですけども、そういう小さなパーツが自由に動き回るのってそんなないんじゃないですか。基本的にボスと戦う時もボスの視線とかは見えませんよね。普通は腕の動きであるとか頭の向きであるとかそういうことはいろいろありますけども、目の角度とかまでは普通に見るものではないと思うんで、その辺はすごくいいと思います。第1回のボス撃破ですね。さあ、結晶トカゲガンスルーですからね。で、いつものというか例の綺麗なバックスタモーションとひねりを加えるバックスタですね。1つ当たってなかったな。でもこれ1個目のトレーラー見た時もすごい気になったことなんですけども、ヒットの判定がちょっとガバいような気がします。俗に言う悪空間判定とかに分けられることなんですけども、例えばさっきの1つなんかも完全に敵の肩の上をすり抜けてたのに当たり判定はしっかり出てたんですよ。戦闘においてはこっち側に有利に働くことではあるんですけども、魔法はかなりかっこいいと思います。このデモンズソウルの特有のこの青いオーラみたいな、この色がしっかり出てて、デモンズはもともと魔法が強すぎるっていう風な評価がなされていたんで、その辺の調整がどうなってるのか非常に気になるところですけど、この敵に関してもその鱗一枚一枚がしっかりと描画されていてすごい綺麗ですよね。アイテム、この辺とかレイトレされてるんですかね。このトレーラー一応 4K60 なんで、パフォーマンスモードでやられてると思う、アイテムパフォーマンスモードで、プレイされてると思うんですけども、パフォーマンスモードだとレイトレがオンになるのかオフになるのか把握してません。こちら和名は知らないけど、英語でフレームラーカーさんですね。これはプレイヤーのフィードバックによって、デザインが変わった、このゲームの開発における代表格の敵だと言えると思います。しかしアセットが綺麗ですね。で、最初のトレーラーを見たとき、叩きつけで爆発が判定として出てくるのはちょっと避けづらすぎないかと思ったんですけども、このゲームしっかりとローリングしてるんで、問題なさそうですね。あと一つ文句を言うとすれば、あれですね、画面がすごい揺れるんで、その辺ちょっと画面酔いにつながったりするんじゃないかと。私大丈夫なんですけども、知り合いにすごい画面酔いしやすい人がいて、その人が見たら一瞬で酔いそうです。で、この体に火がついてる時の表現とかすごいいいですよね。
相変わらず優が小文字っぽいのはすごい気になるけど。あーかっこいい、かっこいい、こいつもかっこいいです。すごいブラッドボーン味がある。ほんの少しだけあのスタブのモーション中にコリジョンが壊れてるところはありますけども、あ、ストームルーラーですね。ここのシーン非常に重要なものです。後で見ていきます。かっこいいの。ブラッドボーン2まだですかね。というわけで、こんな感じのトレーラーとなっております。これが1周目ですね。そしたら2周目はあまり興味ない部分はスキップしていきながら、興味ある部分に関しては一時停止しながらしっかりと見ていこうと思います。予約できないんだけど、話変わるけど、じゃあ2周目いきましょう。まあ、60fps であるということで、間違いなく、ほぼ間違いなくパフォーマンスモードだと思うんですけども、その場合、1440p から 4K の間のダイナミックレゾリューションからのアップスケーリングになります。というわけで、こういうクモの巣の表現とかに関しても、そういうところが見て取れるんですけども、この特に細い部分とかをもう完全に見えなくなってしまってるんですよね。で、この辺、もちろん単純に細さによって描画されていないという部分も含まれるとは思うんですけども、低解像から高解像にアップスケーリングするときに、こういう細いものっていうのはよく、再構築の過程で失われてしまって、この辺とかね、このサイズだと見づらいと思いますけども、ズームインしてやるとかなりねガクガクしてるんですよね。まあ実際プレイしてる範囲ではそこまで見えるようなものではないと思いますけども、なんかこのクモの巣細くねってね、感じるぐらいのもんです。こういうシーンとかの方が分かりやすいかな。こちらに関してもクモの巣がかなり入り乱れてるんですけども、少しなんかクモの巣が消えたり登場したりっていう風な感じの見た目にはなってるんですよね。これ最初のトレーラーでもすごい思ったんですけども、敵が死んだ時に武器とか落とすのはなんか面白いというか、すごいなんか嬉しいですね。細かいことなんですけどもすごい嬉しいです。やっぱりこういうところ、何気ないところを見てもアセットの綺麗さっていうのはすごい浮き彫りになりますよね。めちゃくちゃ綺麗、もうどのシーンにズームインしても綺麗に見える。でこことかなんかすごいこの辺とか、細かいディテール見えますし、あとはこの辺に関してももうテクスチャの解像度がしっかりと高い。これに関しては UE5 で使っていたのと同じような技術が使われているのかは分かりませんが、いずれにせよねすごい綺麗なのは変わりません。で雲ですね。でこれめっちゃ思ったんですけど、最初のアイテム、最初のトレーラーだと敵全部ワンパンしたけどボスに行った瞬間死んでたじゃないですか。のくせしてあれ、このトレーラーだとねめちゃくちゃ上手くなってますからね。なんかほら、もう 目がプレイヤーをトラッキングしてるんですよ。今見えました？目がプレイヤーをトラッキングしてる。ありました。モンハンワールドのラスボスのあいつ、名前が出てこない、あいつもね確かねプレイヤーの方を見てきます。プレイヤーじゃない、カメラの方を見てきます。なんでプレイしてる人間を見てくるというわけですね。もうどこを見てもすごい綺麗で、あ、来た来た、もう油を巻いて火をつけるってやつですね。この辺ちょっと引火して壁のクモの巣も燃え始めてるっていう表現すごい好きです。まあ、そこまで燃えてませんでしたけども、炎を扱うクモだから耐火性のある糸を持ってて当然だろみたいなね、そんな感じの説明もつくと思いますし、なんかソウルゲームである以上、ダークソウルとかブラッドボーンとかそういうゲームと似たような雰囲気が出てくると思うんですけども、その似たような雰囲気を避けられない状況の中でかなり独自の雰囲気っていうのを醸し出せているように感じます。この青いカラーパレット、まあ、それはもともとデモンズソウルに存在したものだとは思うんですけども、それでもリメイクした過程の中でもきっちりとそのこの青色というものを前面に押し出してきたカラーパレットを使っていて、非常に独自性が出ているように感じます。
で、ここでもすごい分かるんですけど、やっぱ蜘蛛の巣がちょっと荒いですね。この辺はもう再構築、しているにあたって仕方ないことだと思います。それとここで、まあ、変なタイミングですけども、ここで補足、1作目はプレイしておりません。別のチャンネルで、1個目のトレーラーのレビュー的な、まあ、これと同じような動画出したら細かすぎて一緒に遊ぶの楽しそうとかね言われたんですけども、そういう動画だからここで文句言ってもしょうがないんだけどね。あとはそうですね、1作目を遊んでいることで変わるような意見だったらわざわざ動画にしてません。そんな意見はね。もうここで結晶トカゲガン無視するんですよね。この背中の血ってもともとツイートだ、このバクスタを入れる前に血がついてたかどうか。あ、なるほど。バクスタをした瞬間に血がつきましたね。さすがに、その、攻撃を当てた時に血しぶきが出てきて、その血しぶきがどこに着地するかみたいな、計算は無理ってことですね。ちゃんと、攻撃を受けた後の、血のテクスチャが存在するみたいです。あと、今、殴りエフェクトがあり、エフェクトというか、ここ、パンチ。非常にひるみ値の高い攻撃なのかもしれません。そで、ここね、ここスタブ当たってないんですよね。どう見ても当たってないんですよね。その辺はなんか発売直後に直せとかね、そういうことを言いたくはないんですけども、なんかモーションの中で、これ1個目のトレーラーでもすごい思ったことなんですけども、基本的にモーションは綺麗なんですけども、もうモーションの 10% ぐらい全く攻撃が当たってないところに判定が存在するモーションがあって、その辺修正できたら嬉しいとすごい感じております。このハンマーのモーションとかすごい感性感じていいですし、このバクスタモーションもめちゃくちゃ好きです。あのバクスタっていうように基本的には刺すモーション、スタブなんですけども、なんかスタブにおいても独創性を出してると、まあ、これもね、原作の方であったのかもしれませんけども、私はもうダークソウルプレイヤーという視点から入ってきております。アイテム、アイテム、えっ、めっちゃアイテムある。ここ落下ダメージで死なないのって、なんかストーリー的な要素があるのか、それとも落下ダメージはこのゲームに存在しないとか、なんかさすがに存在すると思うけどね。この辺の鱗の表現も、あのこれは別に文句を言ってるとかじゃなくて、このプレイステーション5以降のコンソールとかパフォーマンスが増えてきて、ゲーム開発時の開発力とかも上がってきて、そういうところになってくると、もしかしたらそのあの石の鱗を殴るたびに少しずつ剥がれていくような表現、そういうものもできたらすごい嬉しいように思います。このシーンもすごい綺麗ですよね。もともとはもうちょいかっこいい顔だったんですけども、原作の方が結構こんな感じの片目失ってるような感じだったんで、その辺は改善されたようです。でやっぱりレイトレしてるかどうかを見るには、こういう感じの明かりが、まあ、光源がいっぱい存在するシーンが一番いいと思うんですけど、パッと見た感じなんかレイトレらしきものは見当たりませんが、私もそれを発見するプロとかそういうわけではないんで。でこれよく見たら武器変わってますね。両手剣、非常に大ぶりなモーションかっこいいと思います。この辺から再生していきましょうか。攻撃モーション見ててください。めちゃくちゃかっこいい。なんかコンパクトに振るんじゃなくて、探検の時はコンパクトに振りすぎだと思ったんですけども、剣がでかくなった瞬間すごいコンパクトではあるけど大きなモーション、なんか振り抜いてる、ちゃんとすごい好きです。エフェクトも綺麗ですし、アイテムありますね、あの左奥に。あー、アイテムに目がいってしまう。今回避押し損ねましたね。相変わらず優が小文字っぽいのは気になるけどね。こいつとかもどう見てもブラボですからね。この辺も一応原作のスクリーンショットとかいくらか見たことあるんですけども、いくらか色が追加されているものも多くいます。こいつとかこんな輝いてませんしね、原作だと。確か輝いてたらめっちゃコメント欄で怒られそう。でここ1周目の時に言いましたけども、これ見てください、この椅子の
板が1枚ずつ破壊されてるんですよ。普通今までのダクソとかのタイトルだと敵をスタブで押してやってこうバタンっていったら、この一部分とかじゃなくてもうこの椅子全部ごと一気に破裂して死ぬんですよね。ですが、ですがこのゲームだとこの板一枚一枚に判定があるのか知りませんけども、この一部分しか壊れてないんですよ。そういうところはもうゲームの開発陣の力に加えて、次世代における、新たに開放されたパフォーマンス、しっかり使い切れてるんじゃないかと感じるところです。こいつはもうただのクトゥルフですね。もうただのクトゥルフ。原作にもいましたけど、ここまでひどい見た目じゃなかったよ。総合的に見て敵のモーションとかを確認する限りはすごい、ちゃんとしたソウルらしいモーションになってると思います。理不尽に、唐突に攻撃が出てくることもなく、しっかりと予備動作からの振り抜きが存在する、そういう観点ではすごいいいモーションがいっぱいあると思います。ということでデモンズソウルですね。デモンズソウルズですね。はい、この辺で締めましょう。いかがだったでしょうか。楽しんでいただけたら、ためになったというか、思っていただければね、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。あとはですね、うちのチャンネルで定期的に、登場しているザ・チャーノさん、海外のゲーム開発者の方で、その方がこういうトレーラーとかを見て、その背景にどういう技術が存在するのかとかをね、事細かに解説してくれるので、もしその方がこのトレーラーに関する、動画を出してくれたら、それの翻訳兼、総括解説動画っていうのをね、また出せていけたらなと思います。その時は楽しみにしていてください。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。